第3問はよし、これだ。はい、ヒーロー&子供チャンネルです。今日はね、こちらにね、家にあるライドウォッチをね、こう全部並べてみたんですけども、結構もう集まりましたね。集まってるってか、ゲームまでも、ゲームが一番新しいゲームで、まあここ上にね、このタイムマジンもね、こういるんですけど、まあ今回はこのライドウォッチを使ってライドウォッチクイズをやってみたいと思います。ちなみにね、こうライドウォッチもね、普通に1回押すとこうライダーの名前が出て、その後ライダークイズがね出るんですけどね、それをやってみたいとね思います。はい、じゃあまず第1問ね、第1問からお父さんが出していくので、じゃあハルト君考えて答えてくださいよ。で、分かったらね、せーので答えをね言うようにしてください。じゃあいきます。第1問はこれだ。さあ、ライドウォッチで戦う未来のライダー、簡単だね。わかりましたか？わかりましたか？はい。じゃあせーので答えいきましょう。せーの、ゲイツ、仮面ライダーゲイツ。じゃあちょっと実際ライドウォッチでね、こう確認していきたいと思います。じゃあゲイツですね、いきますよ。ゲイツ、この後ですね。ライドウォッチで戦う未来のライダーは正解、ゲイツでしたね。未来のライダー、そうですね。こんな感じでね、ちょっと何問かやっていきたいと思います。はい、じゃあ第2問いきますよ。いきますよ、だっていきますよ。どれにしようかな。じゃあこれだ。ああ、動物パワーどれか。分かった。具体的なこと言ってた。じゃあせーのでいきますよ。せーの、オーズは、あ、これか、これだね。じゃあちょっと答え、オーズかどうか確認していきましょう。あれあれオーズ。あー、オーズです。正解。じゃあ第3問いきますよ。じゃあどれにしよっかな。第3問はよし、これだ。もうお化けのライダーって言っちゃったもんね。わかった。はい、じゃあいきます。せーの、ゴーストよし、じゃあゴーストね、確認してみますよ。ゴーストこれだね。さあ、いくよ。ゴーストでやってるかな。ゴースト。さあ次だ。異人の力、パーカーを着たお化けのライダーはゴーストだ。正解でした。まだまだいくよ、第4問。じゃあちょっとね、難しめの方がいいかもしれないな。第4問はどうしよっかな。これだ。キャストオフして超加速、ビートルのライダーは。キャストオフして超加速、ビートルのライダーは。ビートルってカブトムシのことだよね。わかった。もう今 NG ワード出たからね。じゃあいくよ。せーの、カブト。あれ、カブトはどこだ。あ、あったあった、これか、これだね。さあ、カブトで合ってるかな。カブト、次だ。キャストオフして超加速、ビートルのライダーはカブトだ。あー、カブトです、正解。じゃあ次が第5問かな。そろそろ難しいの行こうかな。行くぞ。
わかった？わからない？もう一回聞いてみる問題。ちょっと。じゃあもう一回聞いてみようか。いくよ。あーどうだどうだ、分かった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 、うん、じゃあ確かにね、なんか地中でなんか火星をバランっていう火星っていうのが確かに火星といえばビルドだから、あーそうだね。じゃあいくよ、せーの、エボル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 、よいしょ、これだ。さあこれだね。さあどうかな、どっちだ、これか。さあ聞いてみるよ。エーボール。火星からの侵略者、地球を狙う悪のライダーはエボールだ。エボールでした。大正解。じゃあ次が第6問かな。さあ6問いくよ。どれにしようかな。よし行くぞ。これだ。分かった、すごいね。じゃあ答えいこうかな、うん、せーの、リュウキはこれか。赤いライダーって言ってたもんね。もう赤いねこれね。カブトとイルカ反対。そうだね、カブトとイルカ、あ、本当だ。おうおう、反対だ。よし、じゃあ聞いてみよう。リュウキ、赤いドラゴンライダーは龍騎だ。正解。じゃあ次が第7問ですね。今までね、ちょっとハルト君がね、ハルト君が答えてきてくれてたんですけど、ちょっと今コウちゃんも来てくれたので2人でねちょっとやっていきたいと思います。第7問はこれだ。さあ、分かった。あ、こうちゃんも分かった。あ、ちょっと待った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 。せーのでね、ちょっと今答えちょっと出たかもしれないですけど、せーので改めていきますよ。せーの、パーゼ。なんて？パーゼ。フォーゼ。あ、フォーゼね、フォーゼだね。よし、じゃあフォーゼはこれですね。じゃあ確認していきましょう。フォーゼ。フォーゼだ。正解。フォーゼでした。じゃあ第8問、じゃあこれでね最後の問題にしようかなと思います。じゃあ最後ちょっと難しいやつをね出すよ、いくよ。じゃあ第8問はこれだ。燃える炎のバイクライダーは、これはなかなか難しいんじゃない。燃える炎のバイクライダー。わかりました。本当？わかった？じゃあせーので答えてよ、いいですか、せーの、マッハマッハ、うん、よし、じゃあマッハ、マッハか、これか、これですね、マッハ。じゃあ確認していきます。マッハ、マッハ、燃える炎のバイクライダーはマッハだ。正解。はい、というわけでね、今回はライドウォッチを使ってね、ライドウォッチクイズをねやってみました。どうでした？楽しかった。楽しかった。難しかった。でも全部わかったもんね。うん、全部分かった。最後がね結構難しかった。最後ねちょっと難しかった。最後僕最初レーザーだと思っちゃった。ああ、レーザーもね、バイクライダーっていうかバイクだもんねじゃあまたね、ちょっとたくさん集まってきたらね、またやってみたいなとも思います。じゃあ次の動画もよろしくお願いします。バイバイ。チャンネル登録もよろしく。チャンネル登録もよろしくお願いします